音楽生活柴田さんの部屋。皆さんこんにちは、柴田さんです。今回のテーマ、脱初心者コード進行のつなげ方2021年練習用無料データ付きということでございまして、こちらもね約2年ぶりの更新、コード進行のつなげ方に関して改めて解説してまいりたいと思います。で、このねコード進行のつなげ方、まあ、このチャンネルをご覧いただいている方の多くはオリジナル曲を作曲しますっていう方がね多いんじゃないかなと思いますが、自分で曲を作るときにねなかなか難しいのがコード進行だと思います。でそのコード進行を作っていくときにね、まあ、初心者の方なんかだとおすすめのコード進行とかをネットで探したりすると思うんですけど、4小節とか、まあ、8小節のねコード進行は分かったんだけど、それをどうつなげたらいいのっていうところがねなかなか分かりにくくて、ネットや本なんかの説明でもね、まあ、ほとんどがもう分かってる人向けに書かれちゃったりするんですよね。なので、まあ、そのあたりをね自称永遠の初心者、今一応プロですけどね、私柴田さんがコード進行を作るのに悩んでいる、まあ、特に、初心者の方向けにしっかりとね解説してまいりたいと思いますので、これからね作曲を勉強したいっていう方はもちろん、もうその辺はねある程度分かってるよっていうベテランの方もね、まあおさらい程度にぜひ最後までお付き合いいただきたいなと思います。でまず前提として、この動画をねご覧いただくにあたってなんですけども、先に知っておいていただきたい知識が3つあります。でその3つがこちらでございます。ドンと、スケールについて、ディグリーネームについて、ドミナントモーションについて。もう柴田さん初心者向けとか言っても3つも知っとかなきゃいけないのっていうね、まあ、ツッコミもごもっともなんですけども、コード進行を理解するにはねこの3つがとても重要で、これを理解しないままねこの先に進んでしまって、よくわかんないな、音楽ってなんか難しくてつまんないなってなってしまって、まあ、作曲やね DTM をもう諦めてしまった方も本当に多く見てきたので、これに関してはね、まあ、それぞれを、個別に1つずつ説明した別動画があります。この動画下概要欄にねリンクが貼ってあるんですけども、まあ、多少ね堅苦しい説明なんかもあったりして本当にねつまらない動画かもしれませんが、それでもぜひ、ご覧いただきたいと思います。そしてある程度でいいのでね理解できたらぜひこの動画に戻ってきてください。ちょっと大げさかもしれませんが、コード進行でつまずいていた方にとって必ず役に立つ知識になると思いますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。で、この後のね本編では DAW ソフト、スタジオ1上でいくつかのね定番的なコード進行なんかを参考にしながら、実際にねそのコード進行同士をどうつなげたらいいのかをしっかりとまた具体的に解説してまいりたいと思います。ということで今回もね、まあ、2年ぶりのテーマではあるんですけども、いつものようにワープはするんでね、ここだけはお付き合いください。それでは今回はですね、私柴田さんの地元、愛知県名古屋市に関するクイズワープでございます。ダダン。小学校や中学校の時、掃除の時間、机をね教室の後ろに運んだと思うんですけど、机を持ち上げて運ぶというのを名古屋弁では机をほにゃららと言います。さて何と言うでしょうか。テレレ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 レン。答えはワープの後だがや。トーンスト。ということでワープ成功だでね、正解はですね、机を吊るでございました。机を運んどいてという言い方を名古屋弁では机吊っといてと言うんですね。我々名古屋人はまあ聞き慣れているんですけども、ちょっと変わってますよね。それでは本編いこみやか。はい、ということで今ご覧いただいておりますのがスタジオワンという DAW ソフトで、この動画をねご覧いただいている方は先ほどの3つの知識、スケール、ディグリーネーム、ドミナントモーションなんかを、まあ、ある程度ねご理解していただいているものとして解説を進めてまいりますけども、完璧にね理解できてなくてもいいので、分からなければ何回もご覧いただいて、ぜひご自分のものにしていってください。で、すでにいくつかトラックが立ち上げてあって、どれもね定番的なコード進行をピアノ伴奏で簡単に再現したようなものなんですけども、この動画下の概要欄からね全て無料でダウンロードできるようになっておりますので、ぜひこちらもお試しください。で、最初にまずつなげ方の大原則として、もうこの動画のね結論と言ってもいい部分なんですけど、まずはねコード進行をいくつかのタイプに分類します。で、その分類がこちらでございます。ドンと。1始まり明るい楽しい、4始まり真面目シリアス、6始まり悲しい攻撃的、まあ、それぞれの、ね、タイプが持つ印象も書いてありますが、特に注意したいのはねこの頭の数字で、ここでねディグリーネームの知識が必要になってくるんですけども、これは各コード進行の最初のコードがディグリーネームで何になっているかを表しているんですね。例えば有名なコード進行のパターン、まあ可能進行なんかはディグリーネームを見ていくとねこんな感じになっています。で、これは1始まりとして分類しておきます。他にも王道進行と呼ばれるディグリーネーム4536なんかは4始まり、さらに別動画でも解説しているこれもね有名なコード進行、小室進行6451は6始まりといった感じで、まずは自分が使いたいコード進行を頭のディグリーネームごとに分類していきます。で、なぜ頭のコードで分類するかというと、これもね分かりやすく言うと、
この頭のコードがそのコード進行の印象をほぼ決めてしまうからなんですよね。例えばね、これ人間で言うと初めて会った初対面の時の第一印象みたいなもんですかね。なのでこのつなげ方を理解するためにこの頭のコードごとに分類していきたいと思います。で、次に分類といってもね、これ1と4と6しか書いてないんですけども、これにもね理由がありまして、私柴さんね、もうアマチュア時代から何百っていう数の曲を、コピーやね解析をしてきたんですけども、その全ての曲、全てのセクション、A メロ、 B メロ、サビなんかですよね、が体感でね、どうでしょうね、7、8割以上がこの1か4か6から始まるパターンなんですよね。もちろんこれ以外の、2、3、5、7から始まるコード進行もないわけではないんですけども、全部足してもね、どうでしょうね、2割あるかないかぐらいですかね。なので逆に考えれば、この1、4、6のパターンをしっかりと理解しておくだけでほとんどの曲が理解できるので、まずはこの1、4、6から始まる分類で覚えていきましょう。で、分類は分かったけど、実際にじゃあどうつなげればいいのっていうところ、ここからがね本題なんですけども、これも答えを先に言っておくとこんな感じでございます。ドンと1つ目、なるべく同じ数字から始まるコードを並べない。2つ目、繋がらないときは最後が5のコードを選ぶ。このね、2つを守るだけで曲作りの時にね、コード進行が繋がらないっていうことがもうほとんどなくなるんじゃないかなと思います。で、これにもね、それぞれ理由がちゃんとあるんですけども、まず同じ数字のコード進行を並べないっていうのは、これね、前のコードでもお伝えした通り、1、4、6それぞれに明るいとか真面目とか悲しいっていう印象みたいな要素がありましたよね。なので当然ですけど、例えば111とか、444666とかになっちゃうとコード進行で変化がつけられないので、曲がね、平坦な曲になりがちなんですよね。と言ってもなんですけど、例えば、夜遊び夜にかけるとか、あとエイトさんの香水なんかはね、両方とも全セクションもう全部が4始まりの名曲なんですよ。なので、一概にね、絶対に同じにしちゃダメっていうわけでもないんですけど、その分ね、メロディーだったり、歌詞、あとはアレンジなんかで工夫して変化を出さなきゃいけないので、初心者にとってはね、ちょっと難易度が高いかもしれませんね。で、もう一つの項目、繋がらないときは最後が5のコード進行を選ぶ。ここでね、ドミナントモーションの知識が必要になってくるんですけども、これ実はね、さっき2357から始まるコード進行はほとんどないと言いましたけど、その中でもね、5から始まるコード進行はもうさらに少なくて、これもね、全くないわけじゃないんですけど、でもほとんどないですかね。で、その理由がこのドミナントモーションとつながってくるんですけども、 1,2,3,4,5,6,7 の登場するコードのうち5のコードはドミナントという別名がついていて、大丈夫ですか、ついてきてますか皆さん、ちょっとねややこしいんですけど、難しいのはね、もうあとここだけなので、あとちょっとだけお付き合いください。で、そのドミナントというコード、5番目のコードはもうめちゃくちゃ分かりやすく言うと、この中でパスが一番うまいコードなんですね。で、しかも1,4,6の3つはこの5からパスを受けるのがもう全員めちゃくちゃうまいんですよ。中でも特に5から1へのパスはもうサッカーで言うとね、このパスが通ったら絶対にゴールできるっていう、キラーパスみたいなもんで、そう、もう勘のいい方はねお気づきかもしれませんが、そのパスの名前がドミナントモーションでございます。ああ、そういうことかと、ここでさらに知識がつながりましたよね。なのでコード進行がうまくつながらないなっていう時は、最後のコード、A メロとか B メロですよね、特にが5になっているものを選んでおくと、1,4,6の分類であれば必然的に全員パスが通るので、繋がらないということがねほぼなくなってきます。これもねぜひお試しいただきたいなと思います。では最後にね、実際に音を出しながら、やっとかいって感じですけど、具体例を見ていきましょう。ご覧いただいているすでに立ち上げてあるこのトラックには、上から、黄色1始まりのパターンが3つ、続いて緑色4始まりのパターンが3つ、さらに一番下紫6始まり始まりのパターンが3つという感じになっているので、これねそれぞれを組み合わせていきたいと思います。例えばね、まず明るい雰囲気の曲を作りたいなと思った時、まずはね定番的に A メロを1始まりにしたいと思います。で、次の B メロをね同じものを続けたくないので、4か6のどちらかなんですけど、これね6はちょっと哀愁というか悲しさが出てしまうので4を選んでおきたいと思います。で、その後のサビは B メロでね4始まりを使ったので1か6のどちらかなんですけども、当然この2つならね明るい曲にしたいので1を選びます。ということで1始まりの A メロ、4始まりの B メロ、1始まりのサビという曲の骨組みができました。で、このつなげた状態で一度再生してみます。
い、という感じでございます。明るさを感じるね、いい感じの構成ができたんじゃないかなと思います。で、まあ参考までに、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーなんかが、まあ、このパターンと同じで、A メロ B メロサビが141になってますかね。でもう一つ別のパターンもやってみましょう。ちょっとかっこいい系のアップテンポなロック曲を作りたいと思った時に、まず最初の A メロを6始まりにします。で次の B メロは、まあ、1か4のどちらかなんですけども、1はね少し明るくなってしまうのでシリアスな印象の4を選んでおきましょう。でその後のサビは同じものをつなげたくないので1か6のどちらかなんですけども、当然ながら6を選びます。この場合は小室進行ですね。ということで6始まりの A メロ、4始まりの B メロ、6始まりのサビという構成ができました。これもね一度再生してみるので聞いてみましょう。はい、という感じでございます。テンポやアレンジなんかを変えていくと、もうめちゃくちゃかっこいいロック曲が作れそうな感じがしますよね。でこちらも参考までになんですけども、クロウサ P さんのあの名曲千本桜もねこの646の構成になっています。ということでね、まあ、ちょっと堅苦しい説明も交えながら解説してまいりましたが、ご覧いただいたのはねあくまでコード進行を理解するための最初の一歩ではあるんですけども、この動画がね、曲作りに悩んでいた、まあ、特に初心者の方のね少しでもヒントになれば幸いでございます。また少しね宣伝もさせていただければと思うんですが、私柴田さんが書いた本、ね、コード進行のつなげ方完全版という、まあ、ネット書籍なんですけども、この動画をねさらに深掘りしたような内容になっておりまして、ヒット曲を解析したつなげ方の具体例だったり、まあ、あとはね並べるだけじゃない自分なりの書き直し方なんかもねテキストでより詳しく詳細に解説したものでございます。でこれもねこの動画下概要欄にリンクが貼ってありまして、ノートというサイトのね、まあ、有料記事なんですけども、購入した後でも24時間以内であればね、もういかなる理由でも完全返金保証しておりますので、興味のある方、もう少しね理解を深めたいなという方はぜひそちらもチェックしてみてください。さらにいつも通りね、この後の続き動画有料メンバーシップの方では、そのネット書籍の内容もね若干踏まえた皆さんの曲作りにすぐに使えるより実践的なコード進行のつなげ方をねさらに一歩踏み込んで解説してまいりますので、現状ではねこれね YouTube の仕様でパソコンからのみしか参加できないようなんですけども、ぜひメンバーシップへのご参加もご検討ください。ということで動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。